よろしくお願いします。昨日もですね、記事をいろいろ作っておりまして、まあ、終電ぐらいまで、いろいろやっと入稿作業をしておったんですけれども、その中でやっぱり YouTuber の記事とかも、いろいろ、入稿しまして、で YouTube 見てるとね、まあ、面白い、YouTube の動画とか、あるいはちょっとびっくりしちゃったみたいなね、そういうYouTube の動画などね、いろいろあるんですけど、まあ、ちょっと今回はその中でですね、ちょっと気になった YouTuber たちの、ニュースをちょっと、取り上げさせていただきたいと思います。でまずですね、やっぱちょっと気になったのが加藤紗里さんですね。なんか妊娠されたっていうことでちょっとびっくりしましてですね、加藤紗里さんで、以前はね、加納英子さんとね、熱愛の、噂があって、で、まあ、破局されたみたいですけど、で、なんといってもですね、昨年不動産会社の経営者と結婚されて、まあ、これもびっくりしたんですけども、今年に入ってすぐにもうスピード離婚という形で、しかもですね、1億円を使わせた、まあ、1億円離婚なんていうね形でも取り上げられてますけど、でまあ1億円貢がしたっていう形になるんですかね、まあ、これもびっくりしましたけども、でさらになんと先日ですね、こういった動画を加藤紗里ママになるみたいな感じの、動画をですね、ご自身の YouTube チャンネルでアップされてまして、でまあいろいろ冒頭ですね、車の中にちょっと いてこれから病院に行こうという形だったんですけども、まあいろいろこうどうしようとかね、まあシングルマザーですよねみたいな、誰の子なんみたいな感じでいろいろ困惑車の中でされてます。だから誰の子なんていう、まあ普通に考えれば前の旦那さんのお子さんじゃないかなというふうに思うんですけども、ちょっと分からないみたいですね、ご本人も。まあこれも加藤紗里さんらしいのかなという感じはしましたね。で、そんなこんなで、まあ相変わらずのド派手ないでたちで、病院に行かれました。でその結果どうだったかというと、妊娠してましたと。妊娠されてたんですね。いやこれちょっとびっくりしましたね。ちょっと多少ネタなんじゃないかなって思ったんですけど、妊娠されてたと。で産みますということで、初夏のね予定らしいですね。でまあシングルマザーとして頑張りますだとか、でね、YouTuber として今、YouTuber としても活躍されてますんで、まあ、YouTuber も頑張りますみたいなね意気込みをおっしゃっていましたけど、やっぱねかなりそのまあ結婚離婚1億円離婚そして、妊娠という形、本当に世の中をねお騒がせ、いただいておりますけど、まあお綺麗な方なんでね、でいろいろとまあまあ、バイチャリティがあるって言ってはあれですけども、いろんなことをやられてる方なんで、まあぜひね僭越ながら頑張っていただけたらななんて思ったりします。で続いてですね、一方ですね、人気 YouTuber の、ラファエルさん、まあもう YouTube ご覧になってる方はおなじみだと思うんですけども、チャンネル登録者数が146万人と、もう本当大人気ですよね。で、元自衛官ですね。これも異色の経歴だと思うんですけども。で、こう白い仮面をかぶってね、素顔は誰だかわからないというような形でやってらっしゃいますけども。であと柴田さんとか、まあ、こちらのね動画でも何度も登場していただいてますけど、あ登場というか取り上げさせていただいてますけども、柴田さんとか、あとヒカルさんと炎上軍
という形でねやられたりされてますね。であとねすごい筋肉がすごいですね。まあ元自衛官ということもあるとは思うんですけども、すごい筋肉をされてます。ただこの筋肉についてこのレンタル疑惑、要するにこの嘘なんじゃないかと、筋肉が、まあその素顔をさらさずにあのマスクをねあのされてますんで、まあ、ちょっと合成とかもやりやすいかななんて思ったりなんかはするんですけどね。まあそういったねあのことも話題になったりとかされますね。でそんなラファエルさんがご自身の YouTube チャンネルで YouTube 引退しますと、ラファエル2代目王子でのオーディションというのを、いう動画をアップされてまして、えってやっぱりこれもちょっとびっくりしたんですね。まあ正直なところ、まあ、ご自身があの動画の中でおっしゃってるんですけども、まあ半分冗談で半分マジだみたいな形のことをおっしゃってて、でこの動画すごい長いんですね。1時間以上あるような動画なんですけども、でまあその中でいろいろ、まあまずあのそのオーディションの申し込みが500件ぐらいあったらしいですね。それを20件ほどに絞って、まあオーディションをその模様を動画でね流したという形になってますけども、でいろんな方がねいらっしゃって、まあ俳優やあのお笑い芸人の方、それから飲食店の関係の方とか、あと塾の講師の方とかもねいらっしゃって いらっしゃったりとかしました。で中にはあの歌舞伎さんや、これもあの歌舞伎のねメイクされてる、人気の YouTuber の方ですけども、であとデカキンさん、まあ、あのヒカキンさんにいているということで、で体がでかいということでデカキンという形であの YouTuber として活躍されてますけども、まあ、この二人らしきこの二人らしき人も混ざったりとかしてね、いろいろあの吸ったもんだ、やり取りをねされてましたけど、でこのね、二代目ねオーディション、ラファエルさんが本当に引退するのか、で二代目は誰になるのかみたいなね、あの展開、今後の展開ですね、これもね、面白いなと思ったりします。びっくりしたと同時に面白いなというふうに思ったりしますけど、でいろいろ本当 YouTuber っていろんな本当にジャンルというか、いろんなことされてる方がいて、まだまだ全然あのニュースとしてはいろいろあるんですけども、で今回はねあのこのお二人のねことをニュースとして取り上げさせていただきました。どうもありがとうございました。